2015年4月9日、日本に観光する中国人が増加している中、その体験談をネットに投稿する人も多く見られるようになった。中には、日本人との触れ合いに関する書き込みも多く、親切な日本人に感動したと語る声も少なくない。中国のネットには、日本で道を聞いた際、現地の女性に親切にしてもらった。女性2人は英語が達者ではなかったが、わざわざ私たちを目的地まで連れて行ってくれた。正直とても感動し、あまりの嬉しさに、私は彼女らとの記念写真をお願いした。日本で体験した心温まる素晴らしい思い出を写真に残したかったからだ。と感動したエピソードが投稿されている。さらに、大阪観光の初日、地下鉄の地図を広げていると、おじさんが手を差し伸べてくれた。言葉が通じないため、おじさんに聞くのをためらったが、私たちの目的地がどこかわかると、おじさんは、その場所まで案内してくれた。少し強引な気もしたが、おじさんの親切に、私たちは、感動のあまりひざまずいて感謝しそうになったほどだ。本当にいい人だったと、日本人の親切に感謝する声が多く寄せられている。